新海誠監督の君の名は、主題歌より全然前世、桐谷美玲さん、山崎賢人さん出演の月9ドラマの主題歌、好きな人がいること、映画オレンジの主題歌未来、最後は恋ダンスでおなじみドラマ逃げるは恥だが役に立つより星野源の恋、この4曲は世間を賑わせたドラマや映画の主題歌だったので、どこかで耳にしたことのある曲だったと思います。さて、ここで吹奏楽の魅力をお伝えするべく、簡単ではありますが楽器紹介をさせていただきます。それではまず木管楽器からご紹介します。この楽器はイタリア語で小さいという意味から名付けられたピッコロ。管楽器の中でも一番高い音が出るので、とっても目立つ存在、キラキラした鋭い音を響かせます。これはクラリネット壊しちゃったで有名なクラリネットです。木製らしい温かい音を奏で、普段はメロディーを担当しています。最後は私が今持っているサキソフォンです。管楽器の中では発明されて100年経たない、まだ新しい楽器です。木管楽器と金管楽器をつなぐ役割はもちろん、美味しいソロも担当します。それでは今ご紹介しました3種類の楽器を使って、ゲーム音楽といえばこの曲スーパーマリオブラザーズを演奏します。どうぞお聴きください。